はい、こんにちは、横浜純正一筋しんどくんです。 WBC 優勝おめでとうということでね、今日は、早速この大谷投手使われてみた動画でございます。まあ、1試合目はですね、ランクルール。2試合目は、まあ、使えるかはわからないんですけれども、超高速。大会ルールですね。はい、ちょっとそちらの方で見ていきたいなというふうに思います。それでは早速ルーム戦へ。バモス!さあ、よろしくお願いします。お相手の方はですね、ちょっと僕のリア友でございます。はい。さあ、行きましょうか。まあ、球種の方が上ツーシームとスプリットと、このジャイロスプリットですね。カットボール、ほー、いい球。ちょっとじっくりいきましょうか、最初はね。スライダーが大きいですね。変化量6かな。で、タイピンチが出ると、おお、高めから落ちるジャイロスプリット。えぐ。うわー、球速い。ランクルールでも、ガチ詰まりですね。これが普通のスプリットですね。あの高速カーブがなくなったのがちょっと痛いかもしれないですね。いやー、ダメか。これは強いぞ。ちょっと待ってくれ、マジで強いぞこれは。いや、マジか。うわ、ガチで打ってんのに。いや、WBC 皆さんがね、一番心に残ってる場面、どういった場面になりますか？まあ、個人的には、そうだな、一番僕の中でボルテージが上がったのが、吉田選手のメキシコ戦のね、同点スリーラン。いや、あれがね、本当に、頭の血管ちぎれるんじゃないかっていうぐらい叫びましたね。いや、マジですごかった、あれは。あ、なんか、打った瞬間、ホームランって感じじゃなかったじゃないですか。ふらふらっと上がって、あ、ファールになっちゃうかなと思ったら、あれよ、あれよとね。ポール際に入っちゃってみたいな。あれはマジで興奮したな。ちょっとこの今回の大会が、おお、うまい。展開がね、漫画すぎてさ、ちょっと何から喋っていいか分かんないぐらいっすよね、ちょっと。で、ピッチャーとしてね、一番尊敬したのが伊藤大海さんっすね。あの人のメンタルマジでどうなってんの。もうあの心臓からね、毛が生えてるっすね、多分あの人。何者、なんて言うんだろう、動じないっていうかさ、そうあるべきなんでしょうけどね、ピッチャーって。でもそれができないんですよ、本当に。いや、本当にすごいわ。さあ、ちょっと真剣に打っていきますよ、今回。ナックルカーブ。うわ、マジか。落ちて。よし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 。お。お、タイピン、よしよしよし。いや、ツーシームがこれで C になるんですね。あ、うまい。うわ、超えないの、しんど。いい感じで打ってんすけどね、今のは。いいや、ナイスボール。いやー、ダメか。さあ、超高速球タイピンよ。超えろ。いやー、これはね、いや、全然悪くないバッティングだったと思うんですけど、これはね、9位 S が出たな、ちょっと。さあ、マキさんもね、WBC マジでお疲れ様でした。すごかったな、2ホーマーだもんね。マジで誇り高き浜の4番って感じでしたね。そんなことも言ってられん。
見るか。よし。取ってよ。あぶねー。よかった。さあタイピン出る。飛ばん。さあパワー飛行チャンス。タイピン。あぶねー。うわそれ強いな。うわー頼む。よし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 。あぶねえ。広角出てて助かったマジで。うわうまい。タイピンは出てない。うわー最悪。いやマジで強えわ。取れ。あー負けたね。チクショ。あらしゃ。いや大谷強えわマジで。いやでもね、環境破壊してくれるんだったら大谷さんがいいなと思ってた。だってもう漫画だもんこの人。さあじゃあちょっとね超高速の方見ていきましょうか。いやちょっとねやられたんでやり返したいっすね。いやランクルールでも十分めちゃくちゃ強いんで、まあ獲得できた方はね先発ローテ入れるべきだと思います。さあじゃあちょっとね、負けて悔しいんで次は本気で勝ちに行きます。次もだね。次も本気で勝ちに行きます。さあ行きましょうか。さあスピリッツが削られる中でねやっていきたいと思います。まあ僕も純正なんでねそんなに削られはしないんですけれども、相手がね12球団オーダーとかだともっと削られるといったところですね。うわ強っ。うわーこれが普通のカーブ。まずいぞちょっと。うわ。うわーちょっと待て。バッターは3番の田村。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。バッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。ボールか。うわこれちょっと打てる気せん。やばい。ダルさんとねいい勝負するかなぐらい強いっすね。いや取ってよマキ君。取ってよ取ってよ。よし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 。おい取ってよ。よし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 。さあ行きますか。ナックルカーブ。うわマジか。ちょっ
ボールになります。これが2球目。あーボールや。アウト、ツーアウト。打席には6番バッター、マック。ツーアウトランナーありません。打ちました。1塁アウトで3アウトチェンジです。必要なボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。いやーボールか。マジで笑えん。いやー右の方が打ちやすいんかな。えぐっ。ここは見送ります。これもアウトコース、見送っています。ボール、今はよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。これで3ボール。うわえぐい。それはおっしい。あっかん、これは強すぎるわ。いやちょっとね、あの練習がいいですね。この大谷さんを超高速で打つのはマジで練習がいる。うん、ちょっと初見でね超高速で打つのはかなり難しいかなと思いますね。いやちょっとマジであの大会で使えないでくれって願ってます。いやでも本当にそれぐらいね上段抜きで強いなと思いますね。まあ球種見た段階でね、あのもちろん強いのは分かるんですけど、いや半端ねえ、マジでこれは半端ねえわ。はい、ということでね、ちょっとじゃあ、侍10連したいと思います。じゃあ最後ね、無料10連引いていきたいと思います。今永さん80同値で中継ぎ適性がないんか。中継ぎがあればね結構面白い存在になれると思ったんですけどね。まあまあまあいいでしょう。さあ行きましょう。もちろん狙いは今永さん一択でございます。はい、ねー、おいいね、2枚引き欲しい。そういえばね、あのガチャの、ね、新演出も楽しみっすよね。まあ僕普段ねそんなにあんまりガチャ引くことはないんですけれども、やっぱりちょっとね、配信者としては楽しみな一面もあると。当たれば今永。いやー当たらず。いやーマジか。うん、まあ一枚臭いなこれはね。鈴木さん、川越さん、さあ行きましょう。来い。おー高橋さんね。決勝戦ね、本当にナイスピッチングでしたね。アメリカではね、まだ未成年らしいんで、ビールかけ参加できなかったっていう風に聞いて、ちょっとかわいそうだなと思ったんですけど。まあまあ、中日ドラゴンズもね、来年は、まあ、クライマックスシリーズ行って、その時にビールかけしてください。はい、まあちょっとね、新しい大谷選手を全然打てなくて、まあちょっとね、今めちゃくちゃ悔しいんですよ、正直。うん、なんか明るく喋れないぐらい悔しくなってます。はい。なので、またね、ルーム戦とかで大谷さん持ってる方、ちょっと練習させてください。はい。ということで、まあ今日の動画ね、終わりたいと思います。今日のコメントは皆さんのガチャの結果とか、あとまあ WBC のね、感想なんかを書いていただければ嬉しいなと思います。はい。高評価もしくはね、低評価でもいいので何か押していただけると嬉しく思います。それでは